It's me, Chikisan. Today is lesson 3ということで、英語のトレーニング今日3日目でございます。今日も頑張って lesson 3やっていきましょう。はい、ということで、lesson 1では何をやりましたか？そうですね、Noun に、verb を言うので noun を皆さんに出してもらいました。そしてレッスン2では逆でしたね。私が noun を言って皆さんが verb を言いました。今日は仕上げです。産後文ということで主語をつけます。で、主語っていうのは文の主人公になりますので、例えば I だったり You、 We ありますよね。 I、 YouWe、 We っていうのを自分を含んだたくさんの人たち、2人以上ですね。 We になるし、 They だったら自分を含まない2人以上になるし、 He だったら男性、男の子に使うし、 She だったら女性、女の子に使います。その他にもたくさんあります。 My friend もいいし、 One of my friend とでも OK だし、いっぱいありますよね。 My family とか My mother とかね、Family, friends, students, anything is okay。 とにかく主語を今日をつけて産後文を作っていきたいと思います。 Are you ready? 順番は同じです。Sorry, excuse me、まず Noun, verb, 主語、主語、verb, noun、 この順番は変わりません。なので今までは verb noun の2語文をやってきたので、そこに主語をつけるだけで結構です。はい、ということでやっていきましょう。何か喉がおかしい。sorry, excuse me。 Alright, so では行ってみましょう。今日は何をするかというと、今日も引き続き2日目と同じ、noun を私の方から12個お題を出していきますので、今日は verb と、サブジェクトをそこにつけていただきたい。まあ、バーブナウンは慣れてきたと思うので、まあ、本当は言うとね、これをもっともっと細かくね、いろんなじゃない、日数をかけてやると一番いいんですけれども、ちょっと今日はね、他でギュッと抑えなきゃいけないので、やります。はい。ということで、もしまだ慣れてない方は2日目に戻る、2日目がまた難しい方は1日目に戻るという形で、ちょっと自分で調節しながらやってみてください。はい、ということで今日も1日目行ってみましょう。今日は単語文だからちょっと5秒では短いかなと思いますので、7秒、8秒、7秒でいきましょう。はい、ラッキー7の7でいきましょう。はい、今日のレベルなんですけれども、今日のレベル1は、主語をちょっと考える暇がないっていう方は全て I でやってください。 I 何々何々って、私は何々何々の何々 Now のところを、お題を出すので、ワームのところだけを考える。そして、発話するのは産後文で I を使ってみてください。そしてレベル2の方はいろんな、主語、サブジェクトを使ってみてください。そしてレベル3の方は、発音だったり、三単元だったり、ちょっと気をつけられるところは自分で意識してやってみてくださいという流れで、今日も頑張っていきましょう。 OK、 では Number 1 is Doctor。 はい、OK、 さあ、いきなり Doctor って言ったの、何したらいいのって思った方いらっしゃると思うので、一つ目は一緒にやっていきましょう。まず Doctor、 私は Meet を入れました。 I meet a doctor で、主語は I にしました。 I meet a doctor、 はい、こうね、出くわすみたいな感じでね、はい、 I meet a doctor、 はい、で、主語は何でもいいんですけれども、皆さん多分三単元っていうことを聞いたことあると思います。これは何ぞやというと、 He, She, It が主語の時には、バーブに S がつくという、ルールがあります。ただこれは英語のを作る上ではそこまで重要じゃないものになりますので、まあ、今日はつけれる方は全然つけてもらってOK ですし、そこにフォーカスするとまた英語脳から外れちゃうので、英語脳を作り上げるのではもう瞬発力も必要ですので、その間違うことにフォーカスをするんじゃなくって、今はこう産後文を作ることに全集中していただきたいので、自然につけれる方はつければよし、でも考えなきゃつけれないとか、ちょっと考えたらできる人は頑張ってもらいたいけれども、なんかそこに
これ何だっけって気を取られてパニックになって産後文が作れないぐらいだったらそこは気にしなくていいっていうぐらいのレベルです。はい、この S が抜けたからって、会話が伝わらないっていうことはまずないです。はい、テストでは×になるかもしれないんですけれども、英会話は伝わるか伝わらないかが大事なポイントになります。決してテストの点数ではございませんので、伝わるように、やっていくためにこの英語のを作っておりますはい、英語のができればリスニング力もぐっと上がりますので、ぜひぜひ細かいところに目を向けず今は産後文に集中してください。続けて第2問いってみましょう。第2問ミュージック。はい、Okay, very good. 皆さんは何をつけましたか？私は You listen to the music にしました。はい、listen なんですけれども listen music でも OK です。通常は listen to が、ペアになりますのでそれも一つ、もし知らなかったという方は、インプットしてみるといいかもしれないですね。 listen to music listen to the music はい、どっちでも OK です。 Alright, next one Number three Tennis はい、はい、これは私は She plays tennis にしました。なぜ、She を選んだかというとここ発音が苦手な方が非常に多いのであえて私は She を皆さんにはちょっと 使いました。はい、発音が SH の場合はさしすせその She になります。 C ではなく She になりますので She plays になりますのでそこだけ気をつけていただきたいなと思って She を使ってみました。頑張ってみてください。 Alright, number 4 is picture はい、どうぞ。さあ、皆さんどうでしたか？ Picture 私は Take a picture にしたくて、He を使いました。 He takes a picture はい、にしました。はいはいはい、 He takes a picture、 うん、 OK? 皆さんは何にしましたか？なんかさっきから喉の調子が Sorry about it、うん、はい、では、1,2,3,4,5 Number 5 is Window はい、はい、これはもう本当に私的にはもうこれしかなかったんですよね。なので We open the window はい、というふうにやりました。イメージがあるといいかなと思うんですけれども、私は学校で英語を教えることも多いのでなんかもう学校暑くないって言ってちょっと窓開けようみたいな感じで We open the window にしました。はい、Alright, so next one is fish. はい、どうぞ。Okay, good. 私は they eat fish にしました。はい、they たくさんなんかね外国人の方を思い浮かべて they eat fish っていう風にしました。はい。Alright, so next one is train. 発音気をつけてください。train ではなく train。train。はいですよ。気をつけてやってみてください。go。My answer is I catch a train ですね。この乗り遅れそうと思って乗れるみたいな I catch a train はい、そんなイメージを思い浮かべながら作りました。 catch a train いろいろありますね。はい、では、next one is bookstore はい、My answer is my son
goes to the bookstore. My son goes to the bookstore. にしました。皆さんは何にしましたか？はい。できましたか？だんだん終わりに近づいてきました。Okay. Next one is bread. Bread. はい。Bread なんですけれども、日本語でカタカナでパンと言いますので、よくパンとおっしゃる方いらっしゃるんですけれども、英語でパンはフライパンの方になってしまいますので、Bread になることをちょっと注意してみてください。はい。ということで、私は My mother buys bread. My mother buys bread にしました。皆さんは何にしましたか？できましたか？単語文。はい。では行ってみましょう。Number 10ですね。Number 10. Student. Student. はい。OK。さあ、私は My teacher knows the student. My teacher knows the student. にしました。皆さん何にしましたか？I でもいいし、You でもいいし、We でもいいし、全部 OK です。ちゃんと、単語文に作る、単語文を作るということ、フォーカスしてくださいね。はい、それでは、Number 11. Yes, 11. Right, 11. Dictionary. Dictionary. はい。OK、できましたか？私は My students use a dictionary. My students use a dictionary. にしました。はい。ちょっとね、これが面白い話があって、この間、小学校1年生ぐらいかな、1年生、2年生のレッスンに入ってて、dictionary っていう単語をね、使おうと思ったのが、辞書っていうそもそも何っていう、わかります？日本語すらもまだわからない。ディクショナリーは何をするものかもわからないっていうことにこう直面しまして、でね、こう、まあ、もちろん英語で見せながらこう説明をするんですけれども、キッズに教えてるそういう面白いこともあるんです。なんかね、テキストには今とか書いてあって、今って何ですかみたいな、それわかんないよね、みんなリビングルームって言うもんねとか、リビングルームって言ってもわかんないから、みんなでテレビを見るところだよとかね、そんな感じでこう噛み砕いて教えていくっていうのがキッズの先生の面白みなのかなとは思いながら、はい、大人はね、ディクショナリーって言ってもパッとこうね、イメージしてくれるからすっごい楽なんですけど、キッズはね、なかなかね、その知識がね、まだ少ないので、それを一緒にこうインプットしていくっていうところがまた面白みもあり、うん、楽しいところかなという、ちょっとね、また大人とは違う楽しさがあるという、余談のお話でした。 OK! Number 12 last is sweater. Sweater. これはちょっともしかしたら知らない方が多いかもしれない、この単語。This is sweater. I、うん、あ、言いそうになった。Sweater. Sweater. これですね。これ。Sweater. はい。ということで、やってみましょう。3個分。Go! OK! さあ、皆さん、できましたか？私は、もう、私がスウェーターなので、私がスウェーターなので、I wear a sweater にしました。I wear a sweater. I wear a sweater. はい。皆さんは何にしましたか？Where よく使いますね。はい、たくさん動詞を使ってサブジェクトを作ってみました。Oh God. はい、作ってみました。うん、いろんなね、バーブをね、こう、なんだろう、ずっと同じバーブを使っちゃうっていう、独り言学習をしてもねっていう方がいっぱいいらっしゃるので、そういう時は12個ナウンを出して、ね、自分で12個違うやつを、違うバーブを使おうとかね、ちょっと工夫してみるといいかなと思います。はい、ということで、また引き続きこの
品詞で分かれてる単語帳があればそれを使ってたくさん間をありますのでそれで3語文を作ってみてください。これは作れば作るほどどんどん早くなってきます。簡単だからって言ってこれを怠ると本当に後で大変なことになりますのでしっかりしっかりこの3語文が、文字がなくても発音がきれいに言えて、パッと思い浮かべられてっていうところまで頑張って、落とし込んでいきましょう。ということで3日目でした。次回はちょっとステップ2に行きますのでまた頑張って練習していきましょう。 OK! I will see you next time! Bye bye!